裸じゃないよ。あ、これ俺や。あ、ちょっと待って、あ、そうだ、段取りが。裸じゃないよ、裸だよ。ということで、3人、ダイヤさん、花手さん、そして私、カズボー、ハードモードに突入いたしました。どうもどうも。イェーイ。イェーイ。ハードモードになるとね、こういうね、燃えてるブロックとか置けるんですね。そして、今回ね。多分違うかもしれないけど。こういうバカでかい武器とか手に入るので、まあ、今回ね、ハードモードの世界を探索してみようということで、無敵ハンマー使いますか？あ、使っちゃいますか？使っちゃいましょう。はい、ちょっと待ってください。なんかね、地面がもうハード化するという、ね、まあ、敵もハード化して地面もハード化するってことは装備もハード化すると。だとしたら、とりあえずこっちですね。ウォールフレッシュのマスクはゲットしたので、はいはい、バーランドカズボーですね。挨拶した次の瞬間にはファローになっているっていう。多分動画だとそんな感じですよ。早変わり。なんか俺の周りの人怖い。でかい。プッテルキングでかい。ユニコーンが出たという噂のジャングルに来てみました。フライ。あ、そういえばユニコーン出ましたね。はい。お、なんかいる。何もいない。なんだ、なんかジャングルバットだ。あ、流れ星俺です。あ、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 やばいやばい、あいついる、あいついる、あいついる。あ、カメ、カメ、カメ怖いです。ジャイアントフライングフォックス。何これ。ちょ待って待って待って、なんだこれ。ハードモードがやばい。敵おい、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 敵おい。カメのコーラ、カメのコーラ出ました？いや、出てない。あ、出てないか、残念。出てないっす。カメのコーラ出るといいんですよ。そいつから一番欲しいのカメのコーラです。出ないか、残念。ここら辺聖なる大地だ。水の色が違う。水色紫じゃないですか。あー、びっくりした。痛い痛い痛い。紫の水のところは聖なる大地の証なんですよ。ピラルクだ。ピラルクめっちゃ多い。何あれ、キモ。暗い。ここは遠距離の私に。あ、カメ、カメいた。カメラ。ピラルク。おおー、つって、おおえ、カメ、お、カメ多い。カメ多い。やばい。カズボさん死ぬ。カズボさん、カズボさーん。マジか。いけ。あ、ジャイアントタートル。放てたー。ちょっと防御力高いんですから頑張ってくださいよ。本当に。看護師さーん。看護師さーん。看護師さんっていうか、俺やばいわ、これ。死んじゃうて。回復、回復。やべえ。生きてるのが奇跡。ピダルク動き早い。ピダルク動き、うべえ。うぶわ。強い。きつ。強いわ。ジャイアントタート。えぐい。とりあえずもう買い物行こう。ダメだ。あ、出た、レース。レース邪魔だな。カメのコラ出た。お、出ました。よかったです。カメのコラ3個あったら作れます。あ、ただあれですね。クロロファイトインゴットってのが言うんで、まあもうちょっと先ですね。作れるのは。まあでもゲットしといて損はないです。やべ、間違えた。ん？こいつ。なんか、うーん、つった。レイスか。あ、うわ。カズモさーん。すげえ。カメのコラ1個で。わ、ちょ、びっくりした。今行きまーす。カメが突っ込んでくる、カメが突っ込んでくる。今行きますって言いましたけど、あれです。今ピダルクに足止め食らってる。いて。あ、死んだわ。なんだろう、尖っていて素敵。安倍殺しされた。バニーのバナーってなんだ。ウサギのバナーだ。ウサギのバナー。ええ。ウサギ敵じゃねえのに。看護師さん。ウサギをいっぱい倒したらもらえんのかな。あとユニコーンの角。
デーモンサイズ強えわ、やっぱ。魔法信じるわ、俺。いやー強いなー。ひぃ、ピラルクだらけ。ピラルクやばいですよね。あ、なんか出てきた。何あれ、コンパス。コンパスなんてものがあるのかい。お、なんか来た来た来た。なんだなんだ、なに、なにそれ、なんですか。なんか足の長いき、あ、だ、え、あ、ダープリングじゃないですか。そうですそうですそうです。なんか青いバッタみたいな。はい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 。すげえキモいバッタみたいな。あいつ強いですよ、ダープリング。あいつほんとマジで強いです。しかも動き早いから鬱陶しいよな。アングリートラッパーに死に殺されそう。死にそう。なんだこれ、アンコウみたいなのいる。変な声が聞こえる。あ、いた、出てきた。わあ。ああ、うぃー。あ、いいって登ってきてた、気づかなかった。あれ、鉱石取った方がいいですかね。あ、鉱石ね、あのハンマーでぶっ壊して取りましょうか。お疲れ様です。戻ります。おかえり、おかえり、おかえり。普通に探索した後に壊しに行きましょう。どこにありましたっけ。こっちですね。魔法使いがいるぞ。魔法使いいます、地面に、はい、おー、いる。どこに住んでんだろう今。 来た来た来た、魔法使い1階に住んでるわ。来た来た来た。これガイド二度と来ないや、家作らないと。痛い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 。花津さん余裕だったら、あの魔法の鏡で持ってきてください。はい、戻ります。ふう、何をいっぱい拾った。これお家増築しないとダメだな、とりあえず。そうですね、ガイド。よし、じゃあ行きましょう、こっちです。あ、ここら辺から強いの来るんで気をつけてくださいね。はーい。ハープリングとか強いですよ。あ、間違えた。あれ、花瀬さん。花瀬さん。花瀬さーん。あ、ちょっと一応戻りましょう。あの、下手すると花瀬さん戻ってこなく。あ、出てる、出てきた。やだ、やだ。ちょ。デモンサイズを食らえ。来た来た。行け。そう。ちなみにあれですね、このワールド、あの地表にはないみたいです。あ、こっちですよ。ん？ん？ん？地表にはあのあれないみたいです。聖なる大地。さっきジャングルと聖なる大地が被ってたんで、ジャングルイン聖なる 大地みたいな感じでしたね。なんだろう、虹色の木とかそういうのはないみたいですね、残念ながら。聖なる大地の木って虹色してるんですよ。残念ながらそれはないようです。あ、ありますね、そこにも。そこにもありますね。まあ、後でにしよう。おー、ダープリング、ダープリング。あれを壊せば、大地が変わる。大地は変わらないですね。あの鉱石がスポーンします。レアな。お、なんかいる。あ、スラッジだ。おっさんスライム。おっさんスライム。おっさんスライム倒しちゃった。俺が勝手におっさんスライムって呼んでるだけです。スラッジだった気がします。携帯版のスラッジって出てました。へー、名前を今見る余裕がなかった。見る前に死んでた。何あれ、ブラッドゼリーとか言ってる。ブラッドフィーダー、何あれ。特に何かゲットできるわけじゃないのか。
ボコボコ言う。お。よし。壊します？そうですね。では、ここのは壊しちゃいましょうか。いいですよ。あ、持ってないです。あ、持ってないですか。はい。じゃあ、壊します。はい。敵ハンマーで。お、壊れた。あ、出てきた。コバルトですね。コバルト。っていうか、めっちゃ目の前に出てきました。これ、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 これです。めっちゃ、ほんとめっちゃ目の前に出てきた。パッと。コバルト。こちらコバルト鉱石です。へデスプリンカーで掘れるかな。あ、掘れない。やっぱしか。これはどうするんですか。あれですね、ダイナマイト。あ、ダイナマイトは確かに間違いあります。ただあっちの方がいいですね。モルテンツラハシ、それじゃないとダメなんですか。はい、なんだっけ、ヘルストーンを使ったツラハシを使わないと掘れないです。なんかいる。これ。まあ、すごく掘りたいところです。あ、なんかある。なんか出た、なんか出た。なんで？アマロック。アマロック。ヨーヨーですね。ただ、これ攻撃力51とか出てる。すごい。近接ダメージ51のヨーヨー。しかも、燃える。すご。これは、あれだ。普通の火じゃないや。なんかちょっと強い火ですよ。何これ、何これ、すげえ。コバルト近接ダメージ増加系のやつでやった方が。これ最大、あ、近接ダメージ増加系。これってはい、もう一個祭壇壊したらもう一個アイテム出るんですか。あ、出ますよ。あ、なるほど。今ワールドにコバルト鉱石が1個だけスポーンした感じです。ここにいっぱいありますよね。俺これ持ってとこ。はい。お、ありがとうございます。じゃあとりあえずここ壊しちゃいますね。はーい。一応花津様と。わあ、ですか。よしよし。では2個目壊しますね。はーい。さあ何になる。あ、はい。オリハルコンだ。オリハルコン。ここオリハルコンみたいです。ここにもあります。はいはい。なんか変なのがピッピッって言った。ってことはこのワールドはオリハルコンとコバルトとあとなんだろう、どっちかな。いきますよ。はい。敵ハンマーでアダマンタイト。アダマンタイト来ました。来ました。よかった。俺アダマンタイトの方が良かったんだ。なんかしたどうぞどうぞ。だったらミスリルの方が良かったな。オリハルコン。もう出ないですか。もうこの3種類のどれかですね。これ壊してもじゃあダメと。あ、壊しても出ますよ。さらに数が増えるだけです。あ、種類は多分増えないと思います。一応、補足説明として説明すると、あれなんですね。なんだっけ。ワールドには、2種類、高度が、まあ、弱、中、強として、その高度弱の鉱石が、ジルコニウムだったかな、なんだっけ、ジルなんとか。すいません。ジルコニウムだったような気がします。そういう、ジルコニウムもしくは、コバルト。で、高度中の鉱石がミスリルもしくはオリハルコン。で、高度大の鉱石が、アダマンタイトもしくはチタニウムっていう風な形になってます。なるほど。今回オリハルコンなんだな。高度中が。ミスリルの方が、なんとなく見た目良かったのに。あ、コバルト出ました。せっかくだし、コバルト青、ミスリル緑、アダマンタイト赤の方が、俺としては嬉しかったんですけどね。よいしょ。ヘルストーンで作れる、ツルハシね。はい。で、あれが作れると。ドリルですね。カズボーさんの、もうずっとドリル欲しい、ドリル欲しいって言ってましたもんね。本当に。ヨーヨー強え。めっちゃ強えわ、ヨーヨー。とりあえず今んとこあんまないな。
なんで俺黒曜石持ってるんだろう。これは後で自分でソロでウォールオブフレッシュを倒してやりましょう。